だそういう不条理っていうものがあまりにも広がりすぎると、もう不条理なりされた大人しか生まれなくなってくるんで、こんなのありえないですよ、はっきり言っちゃったらね。高校生です。高校の頭髪検査とかいろいろ厳しいです。質問ではないんですけど。とんでもないです、ありがとうございます。なんだろうな、よく言われるブラック校則みたいなものとかですね、まあ、ちょっと言い方が、そのブラックって言い方もちょっと人種差別だったりいろんなものに引っかかってくるっていう部分が、あるだろうから、なんだろう、私たち令和新選組の中にも、この子供たちに対するとんでもない人権侵害拘束みたいなことをずっと声を上げているものがいるんですね。九州の、候補者というか、九州で令和新選組で戦っている仲間なんですけれども、奥田文雄っていうものがいるんですけれども、とにかくひどいらしいんですよ。例えば何か、なんだ、ツーブロックにするなと。ツーブロック。刈り上げて上長いみたいな髪型やめろと。で、校則違反だと。いや、どうしてそれやっちゃダメなんですかって言ったら、ね、いろんなことに巻き込まれると。いや、髪型で巻き込まれるってなかなかないですよね。なかなかない話だと思うんですけど、でも、例えばなんだ、ポニーテールにしてたら NG だと。どうしてかって言ったら、うなじがそそるみたいな。それおっさんの趣味やないかみたいな。それを指摘してるおっさんの趣味やろみたいな話とか。意味不明な校則がいっぱいある中で、あなたの高校も結構ひどい校則がありますか？例えばどんなことがあるかってマイク渡してもらっていいですか？眉にかかったらダメとか、耳にかかってもダメです。髪の毛が眉にかかっちゃダメだし、耳にかかっちゃダメ、はい、先生、マルチーズって知ってるかって聞いたったらどうやろな中には見えてないやつもおるぞ、髪の毛でもうほとんどもう隠れてみたいな。他なんかありますか？なんか友達どうですか？他に。バイト禁止とかありますね。バイト禁止？はい。それなんで禁止だっつってるんですか？いや、なんか危ないからみたいな、そんな感じで。え、なんすか、ほら、よく昔っていうかね、ちょっと近い最近とかでほらバイトテロみたいなことあったじゃないですか。ああいうこと懸念してるってことですか？なんか冷蔵庫の中にこう身を入れてるものを TikTok であげたりとか、なんか醤油ペロペロみたいなことがあるみたいな、そういうことじゃない？なんか意見がある人いましたね、そっちにも。どういうことですか？高校生でバイト禁止なとか言っとると、あと3年で成人なのに働いたらダメとか、そんなのよくちょっとおかしいなって。本当そう思いますよね。バイトが禁止されてる、バイトが禁止されてなかったらどんなことやってみたいですか？飲食店とかで働いてみたいです。それどうして働いてみたいんですか？なんかいろんな お客さんとか接客業とか楽しそうだなって思ってるので。いや、なるほど。 あなたは何かどうですか？僕も飲食店で、やっぱもう数年で社会出るので、うん、ちょっと体験してみたいなってのもあります。まあね、それバイト禁止って言われていきなり社会に飛び込めって言われても、ちょっとなかなかちょっと戸惑う部分あるけど、バイトってことを通していきながらちょっと社会見れるっていうのはプラスの部分でもあると思いますけどね。で、もう一つ、なんだろうな、そういう、なんだろうな、すごくまっすぐな世代の、年頃の人たちを利用して、なんかこうバイトの立場なのにものすごく重い責任を負わせて仕事させるっていうような使い方をする人たちもいるんですけど、まあ、でもそこまで心配したらもう何もできなくなるわけで、逆に言ったらそういうバイトしてる暇あるんだったら勉強しろぐらいの感じで言ってる話なんですかね。なるほど、なんか不思議な話やな。私はまあもう今はもうね、もうこんな おじさんになってしまったんで、もう時効でいいと思うんですけど、中学の時に学校、まあ、中高つながったとこ行ってたんですけど、中学は当然まだ働いちゃダメだっていうような話だったんですけど、中学の時に高校生だっつってバイト行きましたね。いや、もうだってどっちかしかなかったんですよ。だってどっちかっていうのは何かって言ったら、自分のその時付き合ってた彼女の誕生日がもうすぐ来るという時だったんだけど、お金がなかったんですよ。お金がないのに何もあげられないなと思って、これはもう急遽何か働くしかないぜと思って、で、高校生ですって偽って引っ越しのバイトをしたんですよ、ね、あの時はまだ日給が6000数百円とか、引っ越しで一日中引きずり回されて6000数百円で、次の日はもう筋肉痛で動けなかったですからね。そんな安い値段で働いてたけれども、いい思い出ですけどね。
でそうやって自分の稼いだお金で選んだものをプレゼントできるっていうのはまたこれ喜びもまた違うじゃないですか。まあ、そういうような経験を若いうちにしておけるっていうのはすごい素晴らしいことなんだけど、それをするなと、なかなか厳しいですね本当に。何なんだろう。でもお家によっては、経済状況によっては、何だろう、バイトしてっていうようなことも必要になる家庭もあるわけですよね、ひょっとして。でもそういうところも高速で禁止だったら働けなかったりとかするんかな。命に関わることだったりとかっていうことに関して一定ちょっと、なんだろうな、ルールがあるっていうのはいいと思うんですけど、何でも禁止にするっていう風潮っていうのは本当に、何だろう、息苦しくてしょうがないというか、で余計なことをしないでおこうっていうようなことにつながっていくっていうか、どんどんこう、なんかこう消極的な雰囲気が広がっていくだけになるんですよね。どうしてこういうことをやるかって言ったら、学校の先生もものすごい重労働の環境で働いてると、ブラックな働き方をしてると、過重労働をしすぎてると。で学校側がそういう状態だから、その生徒だったり子どもたちに対してもうルールで縛るっていうのが一番簡単な解決方法になっちゃうわけですよね。だからこういうブラック校則みたいなものがどんどんこれバッコしていったんだろうと。だからこういうのはやっぱりどんどん、なんだろうな、そういうちょっと常軌を逸したような話ですもんね。学校に入るとき、学校帰るとき、校舎に向かって礼をしなければならないって、なんなんですかそれ、刑務所の出入りですかみたいな、意味不明ですよね。だからそういう不条理っていうものがあまりにも広がりすぎると、もう不条理なりされた大人しか生まれなくなってくるんで、こんなのありえないですよ、はっきり言っちゃったらね。なので、まあ、これに関しても学校現場に対してしっかりとお金を出していく、で教職員の方々に対して残業代もちゃんと払って、人員も増強していきながら、生徒子どもたちとちゃんとコミュニケーションを取れるような教育現場にしていくってことが重要で、それと並行してやっぱりそういうような、なんだろうな、みんながやりたいことで決して悪いことじゃないし、やってみてもいいんじゃないのってことをルール化するのはどうなのっていうことは、やっぱりなんだろうな、改めていかれるような状況にしていかなきゃダメだと思いますね。はい。でなんか学校にメイクしていきたいのにしていけない、まあ、学校にメイク必要ないだろうって言われたらそれまでなんですけど、僕はもう究極は機嫌よく学校行ってくれて、楽しく勉強したりとかみんなとおしゃべりしたりとかっていうテンション上がることにつながるんだったら、もうやっちゃっていいん違うかなっていうふうに思うんですけどね。髪型も好きでいいやんって。いやすごかったんですよ、私なんて。あの昔は、まあ、昔はっていうか今も短髪ですけど、昔も短髪だったんです。何の話がしたいかって言ったら、頭にこうジェルとかつけていくっていうことをしたいんですよ、やっぱりね。でしていったらやっぱり先生に頭つかまれて、お前洗ってこいとか言われるんですけど、最後の最後まで抵抗したんです。でクラスのもう最後の終わりの回みたいな時に、お前が洗ってこへんかったら全員返せへんみたいな話になって、でもここ抵抗するとこじゃないですか。だってみんなこそこそやってるんですもん。こそこそ分からない、薄い柔らかいムース塗ったりとかしながらね、いや何も塗ってませんよみたいな顔してるんですけど、お前塗ってるやんみたいな、お前もそうやんなみたいな、ほとんどみんなやってんのに、その時にみんなチーンって黙り込んで、ここ戦う場面やで、ここ勝ち取るとこやでっていうことをやったんですけど、誰もついてこなかったんですね。だから逆に言ったら、生徒会とか入って、それをなんだろうな、学校の中のルールを変えていくというようなこともアプローチしていって、ひっくり返してもらいたいなと思うんですけど、今何年生ですか？1年生。いいじゃないですか、時間はまだありますよ。逆に言ったらもう学校を乗っ取っちゃえばいいんですよ。オキュパイしてやってください、そのルールを変えていくと。でじゃあこれはもう全校生徒で投票だみたいな話にもしていける話ですよね。そういうところでバイトを通して社会を見つめる、社会に出てからじゃなくて今社会的な経験をしていくためにバイトをしたいんだっていうことと多分似てるんですよ、今の話って。生徒会を通じて学校を変えていくってことは、これもうその時、もう今の年から政治に関わってるってことですからね。それ学校内政治におけるいろんな取り組みってことですから、ぜひやっていただきたい。もうそれで、それもなんだろうな、非常に遊びの一つぐらいの広い構えで、学校変えていくぞみたいな感じでやっていくムーブメント広げていったら、もっと楽しい学校になると思うんですけどね。はい、すいません、ありがとうございます。